ナンバーアンダーライン愛の紅茶えラ出演とジャニーズ事務所の闇、スタート社の挑戦が始まる。旧ジャニーズが消えるスタート社の賞賛とリスク、東京ドームライブで明らかにナンバーアンダーライン愛が明かす、忖度の本質に迫る衝撃の真実。稲垣五郎三宅県が会社設立に嵐を巻き込む やめじゃに構成の波が押し寄せる中、スタート者が挑む東京ドームライブの資金石とはこの動画では、エンターテイメント業界の裏側で起こっている忖度に関する驚くべき真実が明らかにされます。稲垣五郎さんと三宅健さんが新しい会社を設立しようとしている中、そこには嵐が巻き込まれます。一方で、やめじゃに構成という波が迫る中、 スタート者は東京ドームライブに向けての試金石としての挑戦に臨みます。このドキュメンタリーではエンターテイメント業界の舞台裏が描かれ、人々の関心を引く事実が明らかにされます。4月10日、旧ジャニーズの新会社スタートエンターテイメントがついに本格始動しました。同日の夜には東京ドームでの事務所ライブが目前に迫り、 HP も解説されました。HP には多くの新情報が掲載されています。在籍するタレントやグループの一覧、ファンクラブのページ、そして最新情報には様々なお知らせが含まれています。東京ドームライブの演出が松本潤さんと大倉忠義さんであることも注目を集めましたが、それ以上に大きな話題となったのが、 嵐が5人で会社を設立したという報告でした。2020年末から嵐は活動休止状態が続いており、大野さとしさんの芸能界引退の噂も広がっていました。そんな中、5人での新たな動きがありました。さらに、大野さんは個人としても、スタート者との契約を示唆するページが HP にあり、多くのファンが喜んでいます。 旧ジャニーズの新会社は本格始動しましたが、イギリスの公共放送 BBC がジャニー北川氏の加害問題を報じてからまだ1年も経っていません。2023年10月には、ジャニーズ事務所が消滅し、同社を対処したやめジャニーの存在感が日増しに高まっています。ナンバーアンダーラインイによると、4月12日から14日、 そして19日から21日まで、カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェスティバル、コーチャーラ・バレー・ミュージック・アーツ・フェスティバル2024に、平野章、神宮寺ゆうタガンユうによるナンバー・アンダーライン・アイが出演することが明らかになりました。彼らは14日にステージに登場する予定です。ナンバー・アンダーライン・アイは、飛べの中でも特に活躍しており、 最近では、地上波番組への出演も増えています。4月1日には、CDTV ライブ、ライブ。4時間30分 SP に出演し、g o トとブローユアーカバーを披露しました。この際、旧ジャニーズ事務所に所属するトラビスジャパンの宮近海人が、ふーっと歓声を上げ、騎士も手を振って応じるなど、ファンを喜ばせる交流が見られました。 4月12日には、旧ジャニーズタレントが出演していた、ミュージックステーションにもナンバーアンダーラインアイが出演する予定です。さらに、戸部の元キスマイ FT2 の北山博光もソロ曲、ザビーストが100万再生を突破し、主演ドラマ、君が獣になる前にも放送されています。また、元 V6 の三宅健が4月16日に、 元スマップの稲垣五郎がパーソナリティを務めるラジオ番組ザ・トラットに出演することも決定しました。SNS ではナンバーアンダーライン愛の紅茶へら出演が発表された日と稲垣五郎のラジオに三宅健が出演することが知らされた日についての声が寄せられています。また、西木土と山下智久が地上派ドラマに出演するなどやめじゃにの構成が強まっています。 4月11日には、フジテレビ系で木曜劇場、RE リベンジ欲望の果てに、がスタートし、西木戸亮が主要な役を務めます。また、4月24日には同局系で水1ドラマ、ブルーモーメントがスタートし、山下智久が主人公を演じます。エンターテイメント業界やテレビ業界における、忖度が消滅し、 やめじゃにが大構成をかける中、スタート社は本格始動しました。スタート社による初の大型ライブイベント、ウィ a ー,アーレッツゲットザパーティースタートが4月10日に東京ドームで、5月29日と30日に京セラドーム大阪で開催されます。ライブには14組のグループが出演します。しかし、世間ではまだジャニー氏の課外問題が重く見られています。 3月30日には BBC がドキュメンタリー番組、捕食者の影ジャニーズ解体のその後を放送し、スマイルアップの東山の幸氏社長にモビーンアザー記者がインタビューを行いました。この中で、ジャニー氏だけではなく、事務所スタッフ2人がタレントに加害していたことが明らかにされました。スタート社にとっては、新たな事実が明らかにされるタイミングが難しいものです。 在籍タレントの CM 契約はまだまだ厳しい状況ですし、NHK は旧ジャニーズタレントを完全に排除しています。フジテレビも3月をもって多くの番組を終了させ、山下智久や西木戸亮をドラマに起用するなど、やめじゃににに対する重視が強まっています。まだまだ逆風が吹く旧ジャニーズ勢ですが、 4月10日のドームライブが逆襲の場となるかどうか注目されています。